はい、こんにちは、116インズです。いやはやこのニュースは驚きました。現地時間8月12日に前触れもなく球団から発表がありましたが、オリオールズのクリス・デイビスがこの日限りで現役を引退することとなりました。かつてホームラン王にも輝いたデイビスですが、近年は思うような成績を残すことができず、またチームも完全に再建モードとなっていましたので、チーム内に居場所は残念ながらなかったものの、オリオールズとの契約が来季まで残っていますので、そこまではどうにか選手生活を続けるものと思っていました。そうしたら突然の引退発表。さすがに今の成績を考えれば近いうち数年以内にこの日が来るだろうと思っていましたが、契約も残っていて、かつシーズン真っ只中のこのタイミングでというのはちょっと予想していませんでしたね。デイビスのキャリアについて簡単におさらいしていきますが、2013年53ホーマー、2015年47ホーマーとホームラン王に2回輝いたこともある通算295ホーマーのスラッガーというのは皆さんもよく知っていることかと思います。あと5本放てば300本でしたが、そこまでたどり着くことはできなかったと。2010年代前半のオリオールズを文字通り支えた選手でしたが、ただ近年は怪我ですとか、彼自身の成績が振るわなかったりと踏んだり蹴ったりで、2018年は128試合で OPS5 割3分9厘、2019年も105試合で OPS6 割1厘、昨年はわずか16試合の出場にとどまり、今季に至っては出場なしのままでした。デイビスは2度目のホームラン王に輝いた2015年のオフに、オリオールズと7年総額1億6100万ドルの超大型契約を結んでいましたが、近年のこの散々な成績もあって、MLB の歴史の中でもワーストクラスの契約となってしまいましたね。なお来季デイビスに支払われる予定だった年俸2300万ドルは満額保証される見込みですが、ただもともとその一部が後払い、分割払いとなる予定だったところ、その後払いとなる割合が今回の引退に際して多少大きくなるようですね。オリオールズは彼の大型契約から解放されるわけではありませんが、後払いの額が大きくなることで契約の現在価値が下がりますので、わずかに負担が軽減されるといったところでしょうか。しかし2010年代前半、あれだけ大暴れしたバッターが選手としてこのような最後を迎えてしまったのは残念でなりませんよね。デイビスのスイングは思い切り振っている感じは全くないにもかかわらず、なぜかボールはどこまでも飛んでいくという不思議なホームランばかりで、これが入っちゃうのと何度思ったことでしょうか。個人的には2015年のアスレチックス戦で放ったサヨナラホームランが非常に印象深いんですけれども、本当にちょこんと当てた感じのバッティングなのに、なぜかスタンドまでボールが飛んでいくというなかなか理解が追いつかないホームランがとても印象に残っていますが、次からはデイビスのキャリアについて話していこうかなと思います。デイビスはオリオールズのイメージが強いと思いますが、ドラフト、それから MLB デビューはいずれもレンジャーズでした。2006年ドラフト5巡目指名でレンジャーズに入団すると、マイナー時代からホームランか三振かの分かりやすいバッティングスタイルでマイナーの階層を徐々に上がってきまして、2008年に MLB デビュー。2008年は80試合で打率2割8分5厘、OPS8 割8分、ホームラン17本と、ルーキーとしてはなかなかの成績を残しましたが、ただその後は三振の多さがネックとなってしまい、レギュラーの座を固めるまでには至っていませんでした。デイビスがやや伸び悩んでいる間に、レンジャーズのファーストにはジャスティン・スモーク、ミッチ・モアランドといった選手たちが台頭。ファースト争いが激しくなるとともに、またこの当時のレンジャーズはコンテンダーで、2010年、2011年と2年連続でリーグ優勝を果たしましたが、そういったチーム事情からして不安定なデイビスは余計に使いづらく、2009年の113試合の出場をピークに年々試合数を減らしていきました。ただそんなデイビスのキャリアを変えたのがオリオールズへのトレードでした。2011年のトレードデッドラインを目前にして、レンジャーズは同地区のエンゼルスの猛追を受けていたため、ブルペン補強を目論み、オリオールズから上原浩二選手を獲得する際にデイビスをオリオールズへ放出。デイビスの若手有望株としての価値は当時の時点で地に落ちていたものの、オリオールズは2011年のデッドライン時点で地区最下位、しかも来季以降のファーストのレギュラーも定まっていないような状態でしたので、デイビスの不安定さを我慢できるチーム状況にありましたし、また伸び悩んでいたとはいえ、この当時保有権があと4年残っていたデイビスはかなり魅力的なリターンだったんでしょうね。そして実際オリオールズの選択が正しいものであったことをデイビス自身が証明してくれました。オリオールズに移籍してからのデイビスは相変わらずものすごい勢いで三振はしていましたが、フライが増えたことでレンジャーズ時代の彼とは別人のようにホームランを量産できるようになりました。
こちらがデイビスの打球に占めるフライの割合をグラフにしたものですが、2011年を境に左側がレンジャーズ時代、右側がオリオールズ時代となりますが、分かりやすく上がっていますよね。また打席でのアプローチも多少改善。レンジャーズ時代と比べてボール球にスイングする割合が下がりまして、それでも MLB 平均よりは高いとはいえ、ゾーン内のボールに絞ったバッティングが見られるようになりました。そして極めつけは本拠地カムデンヤーズとの相性の良さですね。カムデンヤーズは MLB でも屈指のホームランの出やすい球場として知られていますが、フライを増やしたこと、ボール球に手をあまり出さなくなったこと、さらにホームランがかなり出やすい球場を本拠地にしたこと、この3つの追い風が全て重なり、デイビスはリーグ屈指のスラッガーへと成長。2012年に33ホーマーを放つと、翌2013年は53ホーマーでホームラン王に輝き、またオールスターにも初めて選ばれましたね。2014年は成績を落としてしまい、また薬物使用が発覚するということもありましたが、2015年 FA 前最後の年に47ホーマーで2回目のホームラン王。2012年からの4年間で合計159本のホームラン。かつてテキサスで伸び悩んでいたデイビスの姿はもうなく、オリオールズの主力選手、オリオールズの主砲として本当に頼りにされていた時期でしたね。そしてホームラン王となったデイビスは FA となったわけですが、これ以上にないくらいいい形で FA となったことから、代理人のスコット・ボラスと共にかなり強気の要求をしていまして、2億ドルクラスの契約を要望しているという話もあったかと思います。さすがに守備がそこまでうまくはなく、ポジションもファーストかせいぜい外野の両翼しか選択肢がない選手に対して2億ドルを払うチームはそう簡単に現れるわけもなく、デイビスのマーケットはなかなか進展せず、またオリオールズもデイビスの引き止めを一時は諦め、ヨエニス・セスペデス獲得に舵を切ったという報道も当時ありました。ただ最終的にはデイビス側の要求が多少下がったところで、オリオールズも納得したのか、7年総額1億6100万ドルの大型契約でオリオールズ残留が決定。額だけ見るとこれでも十分高い気もしますが、1億6100万ドルのうち4200万ドルを契約が終わった後複数年間にわたって後払いとすることで現在価値を下げる契約となっていまして、まあこの辺はさすがスコット・ボラスと言いますか、うまくチーム側と交渉して契約総額の大きさを取ってきたなという印象の契約でした。後払い分を含めることで実際には当時の1億6100万ドルと同等の価値はない契約とはなるんですけれども、ただそうは言っても打撃が唯一の貢献の選手に対するコミットメントとしてはそれでもなかなか高く、リスキーな契約であることには間違いなかったでしょう。そして実際このデイビスとの大型契約は全く思い通りとはなりませんでした。契約初年度こそ38本のホームランを放ちましたが、 OPS が8割を下回り、この時点で黄色信号が灯っていましたが、その後成績は下降の一途をたどってしまいます。パークファクターを加味すると OPS は平均以下の水準を叩き続け、また2018年から2019年にかけて54打数ノーヒットという不名誉な MLB 記録を樹立してしまったのもまた記憶に新しいですね。バッティングで貢献できなくなってしまったデイビスが、この5年間で記録したウィンズアボブリプレイスメントは驚異のマイナス 2.6、 マイナスですからね、マイナス 2.6。 数字の上では試合に出ない方がチームにとってプラスになるというありさまでした。近年の MLB はピッチャーの球速の高速化がどんどん進んでいる印象ですが、デイビスはここに対応することができなかったイメージが個人的にはありますね。時代の変化に対応することができず、デイビス自身怪我もありましたし、またチームも再建に突入したため居場所がなくなってしまい、そして今回の契約途中の引退へとつながってしまったと。 MLB 屈指のスラッガーへ上り詰めてからの凋落が残酷すぎるくらい非常に早かったですね。ということで MLB 屈指のスラッガーへと成長しながらも、野球選手としては晩年全く振るわなかったデイビスですが、ただグラウンド外では引き続き活躍を続けていたことは最後に触れなければならないでしょう。2019年にはメリーランド大学小児科医院に対して、これまた驚きの300万ドルという大金を寄付していますが、これはボルティモアでプレーするアスリートが同病院に対して行った寄付としては史上最高額だとか、また昨年もコロナ禍で苦しむ子どもたちを支援するため人道支援団体に対して100万ドル寄付を行ったりと、慈善活動に非常に積極的な選手でもありました。選手としては振るわなくとも、それでも今自分にできることをやってきた点は尊敬に値するのかなと思っています。一つの時代を彩ったスラッガーがこのような形で引退試合もなく現役を退いてしまったのは寂しい限りではあるんですけれども、デイビスのこれからの活躍を心から願っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。